なるほど、吉田くんの島根ゼミ。皆さんこんばんは、島根スーパー大使の吉田です。島根のなるほどを楽しく学ぶ島根ゼミ、今回は沖の祭礼と芸能、古代出雲歴史博物館の企画展を紹介します。助手は岡部さんです。2013年、ユネスコ世界ジオパークに認定された沖。独特の成り立ちを持つ大地が育んだのは独自の生態系だけではありません。今回の企画展のテーマは沖の大地に根付く人の営み。いや、こちら迫力ありますね。そうですね、これだんじりなんですよ。このだんじりは広島町の東町の上地区で3年に一度三崎神社のお祭りに出されるんですけども、台の上に4人の子供が乗ってですね、大勢の若者たちが担ぐんです。だんじりといえば大阪の岸和田を思い浮かべますが、沖にもあるんですね。そうなんですよ。これ実はですね、江戸時代の大阪の役人名簿なんですけれども、ちょうどこの場所にですね、黒崎又五郎と名前があります。この黒崎又五郎という役人が沖へ流されたんですね。その時に当時大阪で流行り始めていただんじりを伝えたと言われています。そういうことだったんですね。かつては流人の島でもあった沖、こちらは流人の僧侶が伝えた歌舞伎衣装。流人の中には皇族や公家、役人なども少なくありませんでした。こうした人たちが当時の最先端の文化を島に伝え、今も受け継がれているんです。こちら鎌倉時代の承久の乱で敗れて沖へ流されたとても有名な歴史上の人物ですが、わかりますか？後鳥羽上皇ですね。そうですね、流されてはきましたが、沖で後鳥羽さんと呼ばれ、後の島で慕われていくんですよね。沖を代表する伝統行事牛突きは、沖へ流された後鳥羽上皇を慰めるため始められたと言われています。企画展では牛の頭に乗せる横綱化粧回しが展示されています。上皇の没後700年を記念し、1939年に創建された沖神社、創建時に天皇家ゆかりの刀剣などが宝物として奉納されました。後鳥羽上皇は沖で500首を超える和歌を詠んでいます。上皇を偲んで与謝野晶子など各時代を代表する歌人たちが歌を捧げています。この他にも沖地域の各地に伝わる祭礼や関わりの深い芸能に関する資料が紹介されています。こちらは蓬莱山と呼ばれる山車、水害で流された社殿を2つの村の人々が綱で引いて復興させたという言い伝えを再現しています。沖には古き良き日本の文化が今も息づいています。この機会に沖に伝わる文化の素晴らしさを再認識してもらえばと思います。企画展沖の祭礼と芸能は2月18日まで開かれています。もっとなるほど島メガネ。企画展の関連イベントとして沖国分寺蓮華舞が大社文化プレイスうらら館で特別上演されます。この機会に沖の貴重な芸能を楽しんでくださいね。次回は島根の若き匠たちです。本日はここまで。それではまた来週。